入っちゃうね。綺麗なトイレです。お湯も出ますよ。冬は情報コーナーですね。いろいろね置いてあるので後で見ましょう。そしてレストハウスかな。これはじゃあ、あ、なりますんで鍵ですね、はい、はい、注意事項、ありがとうございます。まとまってますんで、ありがとうございます。割引券、あ、温泉の割引券、はい、いただきました。やった、100円引きになります。お、ありがとうございます。よし、じゃあ受付してきたんで RV パークの方に移動したいと思います。はい、じゃあ久しぶりの矢田川にやってきました。約ね1年前にランタイムさんとここでイベントした以来です。もしまだねこの動画見てなかったら説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。まだちょっとういういしいというかねそんな感じの自分がいると思います。ということでね、ちょっと明るいうちに久しぶりの矢田川をブラブラちょっと撮影してみようかなと思います。うわ、いいねこの自然が。はい、じゃあねこの綺麗な川、大自然をバックにですね、こちらが RV パークでございます。すごい高立地じゃない。もう RV パークっていうかオートキャンプ場に近いよね。電源はこちらの電源ボックスから取る感じです。1,2,3 と、じゃあ奥ですね、3箇所ついております。まあ、川の注意事項がねこちらあるんですけども、こちらを守ってですね、まあ、夏場なんかはこの川でね遊ぶのもいいんじゃないでしょうか。まあ、他にもね公園のように各休憩所があったりとか、まあ、キャンプもすることができます。テントだけ持ってきて、張ってねそこで宿泊することができます。はい、じゃあこんな感じで川の近くに来てみました。透き通った綺麗な川ですね。結構深いところもありそう。はい、今 RV パークさっきチェックインはしてきたんですけど、なんとね、まあ、温泉は行こうとこの後思ってたんですが、この矢田川温泉、こちらの割引券をいただきましたので、距離もここから15分ほどということで、せっかくなんでこちらに温泉お邪魔したいと思います。タイムは13分です。運転お疲れ様でした。ここも久しぶりだな。じゃあお風呂を済ませて道の駅矢田川さんの RV パーク戻ってきました。でちょっと遅れちゃったんですけど、改めてこちらの RV パークの説明をさせていただきたいと思います。まず利用料金が1泊1500円、電気を使う場合はプラス500円でできます。チェックインは15時から17時ということで、まあ、夕方ちょっと早めになるんですが、チェックアウトの方が9時から14時ということで、朝はかなりゆっくり過ごすことができます。でここからが面白いんですけど、まずねこの水道水が使えますってこう書いてあるんだけど、車の洗車をしたりとか、あとはキャンピングカーの給水タンクの補給とかね、そういったことに使えます。そしてねゴミの持ち帰り禁止ということで、ゴミの持ち込み禁止じゃなくて持ち帰り禁止なんですよ。これ面白い言い回しだよね。こちらではねゴミの回収を積極的に行ってくださってまして、一応ね2つに分けてほしいっていうことで、まず1つが缶瓶ペットボトルで1つ、それ以外なんで燃えるゴミ生ゴミなどで1つということだと思うんですが、一応9時までお店が開く前に出発の方は玄関の目立つ場所にこう置いてね、そのまま出発しちゃっていいということです。良心的だよねこの辺もね。そして今回僕が利用したね霞矢田川温泉さん、ここからね15分ほどのところにありまして、そこの割引券もねチェックイン時にいただきました。そして消灯時間は夜9時ということでね、暗めにすると。そして花火も9時までと書いてあるので花火可だそうです。ちょっとこうドラゴンとか打ち上げとかちょっとね書いてないんだけど、まあ手持ち花火とかね、お子さんと楽しめるんじゃないでしょうか。そして、発電機エンジンをかけたままっていうのは一応なしということで、必ずエンジンを切ってご利用くださいということです。そしてバーベキューや焚き火ね、これは焚き火台を使ってくださいということで、火の始末をよろしくお願いしますとなっております。
まあ、こんな感じですね、立地条件の悪さで一時期はこう日本一ダメな道の駅なんていうふうに言われてたんですけど、まあ、今回ね1年ぶりに来させていただいて、もうかなりいろいろとね取り組みをされておりまして、名物店長のキャラクターも相まってかなり楽しい雰囲気になっております。というか本当に外でもお話したけども、オートキャンプ場みたいだから、本当にアルブパークに関してはこれぜひ来てほしいね。この兵庫県に来られる方、まあ兵庫の姫路あたりからでも 2,3 時間かかっちゃうんだけど、もうでもね一見の価値ありますよ。てな感じでね、アルブパークの紹介させていただきました。でここからはですね、結構温泉でゆっくりしちゃったんで、もうお腹ペコペコです。夕飯の時間ということで車中飯作っていきたいと思います。さあということで今回の車中飯、よいしょ、これです。じゃじゃん、ちゃんこ鍋の切り身セットですね。これがあるということは、そうです、寒い夜にぴったりの鍋、またやっていきたいと思います。まだちょっと換気のため窓を開けよう。さてやりましょう。じゃあ料理を始めていこう。まずはこのねアルミ鍋をここに置いちゃってと、ちょっと適量なんですけどスープね作っていきましょう。そしてこちら小鍋っちを使っていきます。これはね水に溶かして沸かしちゃえば鍋のスープになるんで、用意いたしました鶏白湯味でございます。とりあえず1個入れてみよう。このような感じ、だいぶ煮えてきたのでここで白菜入れます。ザーッと、だいぶね白菜で水分また出ると思うけど、そしたらねこちらのちゃんこ鍋セットをね入れていきましょう。よし、いいんじゃない、これかなり。ここにですねさらに入れたいものがあります。それがこちら、じゃじゃん、ブリです。しゃぶしゃぶ用のブリなんですけど、これまあしゃぶしゃぶしながら食べるって感じにはちょっとで、ね、コンロ上できないんだけど、まあ入れてね美味しく食べていきたいなと思います。これは絶対うまい。はい、あとはこれが煮えるのを待ちます。はい、それでは完成いたしました。なんだろうねこれね、ブリちゃんことかそんな感じすげえ美味しそう。早速ねこれ食べていきましょう。さあそれでは車中飯ブリちゃんこできました。冷めないうちにいただきたいんですが、まずはねジーマです。これで乾杯していきましょう。それでは皆さん乾杯。乾杯。あーうめえ。さてそれではねブリちゃんこの味やいかにということでやっていきましょうか。まあ、せっかくねしゃぶしゃぶ用のブリ入れたから、これから食べてみよう。いただきます。お、うん、あうまっ。結構ホロホロになっててね、若干刺身が残っててうまい。これうん、口に入れた瞬間にこのホロみたいな、トロみたいな感じ。これうまいね。正解だったな、ブリ買って。で僕これ今回なんでこれにしたかっていうと、もち巾着がもうめちゃめちゃ好きなんですよ。これもうねコンビニのおでんとか買うときはもう必ずこのもち巾着ね2つぐらい買います。じゃあいただきます。これ絶対熱いけどな。あっつ、あっつ、あっつ、あうまいな、うん、じゃあつみれいただこうかな。いただきます。うん、うまっ。最高だねこの窓開けてるから近くの川のせせらぎがこう入ってきてね、澄んだ空気の中熱々の鍋を食べるっていう感じ、もう最高です。これが最高。ただもうちょっと鍋がね残りわずかでね、もうちょっとなんか食べたいなーっていうのがあるんだけど、そんなこともあろうかとこれを買っておきました。じゃじゃん、まるちゃんの鍋用ラーメン。よっしゃ、一回ね鍋をコンロに移しましょう。それじゃあもう一度点火しよう。ちょっと沸騰を待ちましょうか。じゃあそれでは麺入れていきます。うわー絶対美味しいこれ。じゃあこのままちょっと待ちましょう。うわ
わー、めっちゃ美味しそう。これ完成でございます。うわー、うまそう。じゃあこちら食べていきましょう。はい、それでは締めのラーメンできました。めっちゃうまそう。いただきます。うん、あ、うまいね、これうまいね、たまらんね、これおいしい。やっぱ鍋の締めって言ったらね、ラーメンだよね。うん、ラーメンめっちゃ最高です。はい、ごちそうさまでした。もう最高のロケーションでうまい飯食えてね、もうこれほど幸せなことはないです。それではもう結構いい時間になってきたので、歯磨きをして寝たいと思います。ということで、まずはねトイレで歯磨きしていきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、トイレね、歯磨いていこう。よし。いやー、いいね、なんかいい時間を過ごしてると思う。ということで、そろそろ眠りにつきたいと思います。で、昨日はね二段ベッドの下で寝たんですよね。今回はそうだな、やっぱ上かな。うん、2階で寝ましょうかね。じゃあここに昨日敷いてあった布団あるんで、これをそのままお2階に敷き直してね、寝ましょうか。こっちはこっちでね、またこう違う雰囲気のお部屋になってます楽しみだね。これ1台で3階ベッド楽しめるからね。寝る準備こちらにしていきましょう。じゃあまずはこの敷布団敷いていきます。これがねやっぱ下にあるのとないのじゃね、底冷えが全然違う。やだ川ね、結構な山の奥にあるんで寒いです。まあちょっと今の時間暑くても多分ね明け方とかめっちゃ冷えるんで、この辺はちゃんとねしっかり準備しておくべきだと思います。次は上にかける毛布ですね。よし、掛け布団だね。また羽毛布団的な感じでこれ使っていきます。はい、それではねこの1階にあった布団をお2階に移しました。どうでしょう、今回はね窓やエントランスが見えないので、ちょっとこう落ち着いた感じのお部屋になっております。まあ、収納が多い感じだよね。あとは高さがあるからなんかこうやっぱ二段ベッド感というかね、結構味わえると思うんですよね。それじゃあね、もう歯も磨き終わってるし、このまま明日も早いんで寝たいと思います。あー、いいね。で、ここ見ていただくと分かるんですが、まあ、枕ちょっと高いんだけどね、自分の顔の真上に棚があります。特に寝返り打つときはね問題ないと思うんですけど、朝ねおはようございますって言ったらこれポーンって頭ぶつけるからね、おでここれはね、まあ、僕の身長でも全然こう棚下に頭入れれば問題ないんだけど、僕が185と大きいので普通の身長の人は全く問題なく寝れるのかなと思います。はい、足元はこのような感じです。ちょっと見づらいかもしれないけど、ちゃんとピーンと伸ばせてますよ。はい、横から映してます。ということでね、今日も長い旅お疲れ様でしたっていうことで、っていうか旅してたのかなわかんないけども、ほんとね寄り道ばっかで楽しい時間でした。届けてやってください。はい、お届けします。もうね、寄り道とかせずに寄り道ばっかで楽しい時間でした。駅長にも久々に会えてね、1年ぶりにここ来れて本当に良かったです。もうここね、日本一ダメな道の駅なんて言わせないですよ、本当に。もうね、最高の道の駅でございます。崩した姿勢ですいません、ちょっと頭がね今上げられないんで、このまま今日は眠りについて終わりたいと思います。おやすみなさい。
はい、おはようございます。ということでね、朝ごはんは昨日の鍋の残りを雑炊にしていただきました。でね、せっかく綺麗な川がありますので、朝食はそちらで川を眺めながらいただきました。めちゃめちゃいい雰囲気でね、朝から清々しい気分でね、楽しむことができました。で、いろいろ片付けとかをしてね、今10時半ぐらいなんですけど、この後ちょっと矢田川に来た方が見どころスポットっていうのがね、分かりやすいように、僕がちょっと聖地巡礼みたいな感じでこの矢田川の敷地内を、回って撮ろうかなと思ってます。で、その後お土産を買って、せっかくだから矢田川定食お昼に食べてから、帰路に着きたいなと思ってます。それでは行きましょう。よいしょ。ほんまや、大仲や。はい、これゴミですか。あ、そうですね、持ち帰ろうかと思って。いやいやいや、何を考えてるんだ。え、こら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 、ゴミはここですよ。あ、ここですか。先客がいる。あ、本当だ。お邪魔します。あ、持ち帰り禁止で。缶瓶ペットボトルだけやった。はい、ありがとうございます。これもちなみに聖地巡礼です。あ、このゴミ捨てもしていくっていう。じゃあこれ入れときましょう。米とか。あゆかの丸タン、卵かけご飯用の醤油、おさえびせんべい。でも味噌はこれちょっとずっと欲しかったんで。ありがとうございます。矢田川味噌、これじゃあね、一つ買いましょう。じゃあこれも、あ、可愛らしいプリントされてる。ありがとうございます。じゃあこれでお願いします。今これおすすめしてる、おすすめの一押しのあゆかのプリントクッキー。ありがとうございます。ついでに、せっかく来たんで、はい、矢田川定食を、はい、ありがとうございます。食べていこうかなと。はい、お願いします。はい、じゃあ矢田川定食、天然の鮎ですって。これ美味しそうだね。これはね、なんかクリエイターさんというかインフルエンサーさんにはね、必ずついてくるセットだそうです。かわいいひよこ。でもこの鮎からね、全部食べるからね。めっちゃうまい。天然の鮎だから。ごちそうさまです。品数多くてめちゃめちゃ美味しかった。久々に食ったけど、やっぱこの鮎最高です。じゃあ今回はありがとうございました。はい、ありがとうございます。また来てやってください。はい、はい、またすぐ来ますんで。明日でお願いします。はい、明日でお願いします。まだ来てない方ね、気になった方はぜひ来てね。駅長に声かけてみてください。面白い方なんで。はい、じゃあありがとうございました。はい、出発したいと思います。はい、はい、ありがとうございます。なんだ、出発。始まる、始まる、なんか始まる。このやつはまた別の方で見れるんでね、リンク貼っておきますので見てみてください。ありがとうございます。
はい、ということで福岡キャンピングカーショーからのモビリティホーム旅、これにて終了となります。キャンピングカーショーの方はね、300人以上の方が来てくださいまして、本当に嬉しかったです。ただね、たくさんの時間並んでもらったりね、あとは周りにもね、ちょっとご迷惑おかけしてしまったと思うんですが、申し訳ございませんでした。そしてね、ランタイムさん、僕と一緒に旅をしてくれてありがとうございます。なかなか男2人旅っていうのはね、僕も経験がないんですけど、まあ、ランタイムさんのことをこう気使わないって言いますけど、そういう意味じゃないんですけど、まあこう気を使わない男2人旅というのかな、そういう武骨な感じがね、非常に楽しかったです。冗談も言い合えて本当にね、ありがとうございました。そしてね、ダイレクトカーズ桃田さん、こちらのモビリティホームをお貸しくださいましてありがとうございます。こちらの車両のおかげで、ね、もかなりいい旅を送ることができました。それから弁天屋の大将さん、たこ焼きちえちゃんね、イリカスをいただいたりとか、道の駅柳川の駅長とかね、その他駆けつけてくれた方とか、もう本当にこう充実した数日間でした。ありがとうございます。もうなんか本当にありがとうございますしか出てこないね。本当に周りの方のそういったご協力とかね、お計らいとかがあって、自分が楽しい旅をさせていただいてるっていうところでね、感謝しております。それでは今回の動画いいと思った方ね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。無事お届けしました。またよろしくお願いします。ありがとうございました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 。